それでは、インサート回路について解説します。ハードウェアミキサーには、インサートという回路が装備されているものがあります。こちらは、インプットゲインとイコライザーの間にエフェクトなどを接続し、音質を変化させる目的に使用します。例えば、コンプレッサーを使用する場合には、このような Y 字ケーブルを使います。 この Y 字ケーブルとはこちらが1本になっててインサート端子に接続し、こちらの2本ですね。このように Y 字に分かれてますけれども、これをコンプレッサーのインとアウトに接続します。ではやってみましょう。はい、このように接続して使います。